美味しいね。はい、こちらが大手門ですね。映画村のシンボルとしてよく使われます。カムカムエブリバディのパンフレットのこちらですね。はい、ひなたちゃんが落ち込んだ時は映画村に来るんですっていうのをここですね。この辺からカメラは向こうから撮ると同じアングルになりますので、ぜひ同じアングルでお写真撮ってみてください。で、映画村としてよく出てくるんですけど、仮面ライダーとか天才ヒーローさんの作品撮るときも結構ここを使っていただきますんで、はい、こちらよ、はい、暴れん坊将軍と仮面ライダー共演したことがあります。で、ちょっとね、地図見てたら疑問に思う方いらっしゃるかもしれませんけど、ここ、中央広場という名前です。いや、中央ないや。はい、実はね、映画村っていうのを46年前に来ました。でも、東映京都撮影所は100年ぐらい前からあるんですね。はい、一番最初田村正和さんのお父さん、坂東妻三郎さんっていう人がここを作られた、まあ、大体100年ぐらい前ですね。その時はもうここからもう倍ぐらいの敷地が全部撮影所だったんです、はい、でお城とかも建っててね、もうすごかったって。ここであの殿ご中心でございますみたいなのをどんどん撮ってたと。はい、で東映になったのが60年ぐらい前で、徐々にちょっと縮小されまして、今ここがね、昔はここは中央だったわけですね。はい、まあそんな感じで、でも今でもちゃんとここ撮影で使ってます、時代劇で。はい、でもちょっとね、現代劇のものが多すぎないかと。大丈夫です、隠れます。はい、まあ、地面はとりあえず砂まいたらいいんです。はい、砂まいて、で、あの門の向こうは壁を置いたらいいです。動く壁ってのがあります。そういうのどんどん木とかでも隠せばもう大丈夫。はい、こうやっていろいろ作品撮って、まあ、もう最悪の CG ってのがありますんで、はい、グリーンバックっていうね、はい、もうちょっとお金かかってたりなんですけど、まあそういう感じでいろいろ工夫しながらいろんな作品撮っておりますので、で、運が良かったら撮影見ていただけます。その時はちょっとね、下がっていただいて、遠くからですがご見学という形になりますんで、はい、まあ、絶対見て、じゃあまた来て。はい、ちょっとね、あのいつあるよっていうのは、ね、今ちょっと大人の事情で言えなくなってしまいまして、はい、またよかったら来ていただければと思います。で、このツアー、ガイドツアーはですね、毎日役者が変わります。で、話す内容もね、どんどん変わっていきますんで、またね、来られた際にはぜひ参加をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では、ここでツアー解散とさせていただきます。はい、どうぞ。ありがとうね。ありがとうございます。なんか疲れたな。